ニータンチャンネル。皆さんこんにちは。今日はですね、なんと人生で初めて電動のキックボードに乗ってみたいと思います。最近ね、結構見ること多いんですけど、皆さん乗ったことあります？私は乗ったことなくて、しかも車の免許を持ってるんですけど、原付とかも乗ったことないし、車の運転もほぼほぼしてないので、こんな私が乗れるかちょっと不安ではあるんですけど、楽しんで乗ってみたいと思います。私が今から乗るのはこちらです。フリーマイルプラスっていう電動キックボードに乗ってみたいと思います。ちょっと見てほしいんですけど、これここちゃんとナンバーがついてるんです。すごい、東京でナンバーがついてるのに多分乗ったことがないのでウキウキしてます。じゃあ早速乗っていきたいと思います。鍵がね、あってここに挿して右にあったら乗れるようになります。ちゃんと鍵もついてるので盗難の心配もありません。電動キックボードは原付扱いなので、ヘルメットをかぶって走行します。そうじゃない、これで準備完了です。思ったよりね、このアクセル使うとグーンって前に進むから、体感スピード、え、これ何キロぐらいで走ってるの、何キロぐらいで走ったんだろうな、20、30キロぐらいで多分走ってたんですけど、坂道行ってきます。さっき坂道走ったんですけど、想像以上にね、ブーンって登ってて、めっちゃ速くて、なんか気持ちよかったです。自転車とかさ、漕いでると、こう、って。それで、さっき坂道走ってたら、すれ違った自転車にこう乗ってる赤ちゃんを連れたお母さんに、お姉さんかっこいいって急に言われて、まさかかっこいいって言われると思ってなくて、なんか、ほってしました。めっちゃ嬉しかった。今飲みました。坂道もめっちゃスイスイ登ってこれました。初めてキックボード乗ってみたんですけど、こんな私でも簡単に乗れちゃうくらい乗りやすかったし、すごい乗っててで楽しかったから、めっちゃいいなと思いました。もっと乗りこなせるようになりたいなって思います。この電動キックボードの充電方法なんですけど、ここから充電します。ここの蓋をまず開けて、これがバッテリーなんですけど、これをね、コードから抜いて、よいしょ、
取り外してこちらを家庭用のコンセントで充電します。普通の電動キックボードはこのバッテリーが取り外せないらしくてもう直接充電するんですけど、これはバッテリーごと持ち運べるからマンションの駐輪場とかにこれを置いてバッテリーだけ家に持って帰ればお家のコンセントで充電できる。結構便利ですよね。しかも充電時間は5、6時間みたいで3、40キロ走れるから毎晩持ち帰れば充電して次の日また乗れてって結構便利だなって思いました。充電し終わったこのバッテリーはさっきと同じように完了です。もう私でもできちゃうぐらい本当に簡単にできます。はい、今回初めて電動キックボード乗ってみたんですけど、私がね思ってた以上にすごい簡単に乗れたし、風を切ってこうブーンって進んでいくのもすごい楽しかったし、今日はねいろんな人に注目されて人気者になれた気持ちにもなったし、本当に電動キックボード楽しかったです。これはね一回みんなにもね味わってほしいなと思います。免許あったら誰でも簡単に乗ることできるので、もし興味のある方はぜひ乗ってみてください。もうこれで通勤したいなと思いました。これ乗ってたら風結構感じるし涼しいしね。これで会社行きたい。今回は初めての電動キックボード動画ということで、この辺りで動画終わりたいと思います。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら最後にチャンネル登録とグッドボタンもお待ちしてます。明日からも一日頑張りましょう。またね、バイバーイ。